あやぶね一件とは、1575年に、琉球王国と島津市の間で発生した外交問題である。この一件は、島津市が琉球への圧力を顕在化していく契機となった。あやぶねとは、琉球の日本への正式な施設戦で、戦隊に華麗な就職を施したものである。室町幕府将軍や島津市当主の代替わり、島津市領内での戦争終結の祝賀など、 様々な目的で発見された。記録に残っている中で、綾船が発見された最も古い例は、1481年に足利義直の将軍就任を祝賀する目的で発見されたと考えられているものである。その後南九州が戦乱で混乱に陥ると一時通行は中断される。混乱が収束すると通行が再開され、1559年に、 島津隆久へ、綾やぶねが派遣された。その際、琉球は、那覇港に入港する薩摩船を、島津隆久から正式に認可されているか否で違法な、不審船を春別するために、臨時的に琉球都会主任状を発行することを、島津市に対して求めた。こうして、島津市の主任状が琉球に対して適用されることになったが、これは、 作法師が来留するにあたっての臨時的措置に過ぎなかった。島津隆久へ、綾舟が派遣される1559年以前、琉球は綾舟について、鹿児島の主君代々の家徳相続を祝賀するものではなく、必要性に応じて派遣するものと認識しており、鹿児島への綾舟派遣は先例にないため島津氏への綾舟派遣を拒んでいた。しかし、 河西の大和港が発生し、琉球近海の治安が悪化する中民からの作法し到着を控え、那覇港の安全を確保する必要があった琉球は、方針を転換しあや船を派遣した。1568年、薩摩半島南部にある加瀬田の片浦に、宮古島の高能船が漂着した。船には、宮古島から、 首里の王府に収める、はずのはずの年貢や蜜木もの積まれていたが、島津氏が漂着民を保護し、琉球に送還した。これに対し琉球は、翌年、僧を派遣して、感謝の意を述べた。1570年3月、島津氏は琉球による漂着民送還の返礼を受けて、薩摩交際寺の僧、雪心を琉球に送った。雪心は、 島津高久から島津義久への守護職状とと、義久の家督相続に伴って、琉球と回収院上の印象も交代されたことをなお、元に伝え、合わせて琉球へ、島津市の衆院上を持参せずに渡航する商船への取り締まりを要請した。さらに、島津市は義久の代替わりによる危ぶね派遣を要求した。しかし琉球では、 その直後に名尾本が休止したことにより島津市の要求に対応できなかった。島津市のこの要求の狙いは、初流から総領に上り詰めた高久、吉久夫氏が権力基盤の強化のために琉球のあやぶね派遣によって対外的にその地位を承認してもらえることを期待したことや敵対する他の大名を琉球貿易から排除し南九州で、 自らの優位な立場を固めたかったことなどが挙げられる。島津市の陰藩制度遵守の要請に対し、琉球側は今後の友好関係をますます連綿とすることを再確認したが、陰藩制度については特に言及を避けた。貿易を民間勢力に頼る琉球は、島津市の陰藩制度によって民間商人の渡航が制限されることは大きな問題であり、 島津市の要請を容易に是認することはできなかった。1573年、三主間だった名護氏が、島津市老中移住院氏に書状を送った。名護氏は、本書状が私的な関係に基づくものとした上で、島津市を、大宝、琉球を、牢国と呼んで下手に出つつ親密な関係によって、交際することが重要であるとしながらも、今後は、印板制度問題については、名護、 移住院間での外交ルートに限るとした。琉球の対応に対し納得できなかった島津氏は1574年に琉球に対し、近頃琉球が違反している旧礼の上場を書面で突きつけ、先の日を改めなければ両者の関係が悪化するだろうと警告した。これに対し琉球は昌栄が新たに即位したことで国内が混乱していたことを理由に回答を延期していたと述べ、 施設団を、島津義久の家督相続を祝賀する目的で、派遣した。これによって、島津市の要求通り綾船が派遣された。1575年3月27日、綾船が鹿児島に到着した。しかし、島津市側は義久への祝賀儀礼の前に先に、琉球へ送られた、近代配給令礼の上場とともに、以下の件について個別に回答するよう琉球の、 施設団に迫った。島津市発給の印板状を所持しない船を受け入れたこと A63 年に島津消社が琉球に行った際、対応が粗略だったこと今回の新情物が洗礼と比べて少ないことゆきしんの宿所に三士官が挨拶を怠ったこと書状を受け私の作法が異なっていたこと、那覇において島津市領内から渡航した。 国吉丸の脇船道の首を跳ねたこと公式な施設ではない飛脚思想で死局を知らせたことこれに対し琉球側は、鹿児島にいた死者たちで話し合い以下の回答を仕立てた。全国王なお元の法御馬もない時期で、所持取り乱れていたためである以後、気をつける琉球で洗礼を調査する、確かに事実である薩摩と琉球では、 作法の認識が異なるようだ脇船道と地元民の間でトラブルがあったため、船頭の判断で脇船道が処罰されたので我々の感知するところでは、ない一に同じこの琉球側の回答を丁寧な返事でないとみなした島津市側は満足が得られなかった。ゆきしんは琉球が島津市を今後そりゃくに扱わないと制約させた、消耗を取るべきとさえ言った。 島津義久は新情物を一切突き返し死者との液見だけに止めるべきか、あるいは死者との液見をも断るべきか逡巡した。しかし、島津市の当主大はじめに開催することが通例となっていた犬大物を行ったばかりであったため、大はじめを祝う危ぶねを突き返すのは政治的見地から得策ではない。それゆえ、琉球側から情報を引き出して施設を受け入れる必要があった。 また、琉球側にとっても公式な使命を帯びて鹿児島までやってきた一行が、新条物を突き返され対面も拒否されるのは、マイナスであった。琉球側は、島津市の要求に対する情報として、とした。これに対し、島津義久は、この提案を認め予定通り死者と面会し、新条物の追加も不要として、寛大さを見せた。こうして、綾や一件は、 一応の解決を見せたが、この一件以降島津市は次第に琉球への圧力を強めていった。ありがとうございます。